野球史上最強のバッターと聞かれれば誰を思い浮かべるでしょうか。日本人限定なら王貞治や落合博満、一郎などを思い浮かべるかもしれません。しかし範囲を世界に広げると私は一人しか思い浮かびません。その選手の名前はバリー・ボンズ。メジャー通算で歴代1位の762本のホームランを放ったパワーヒッターで、2001年にはシーズン記録である73本のホームランを記録。言わずと知れた世界一の強打者です。また三振が少ないことでも知られ、シーズンを通して3桁の三振を喫したのは1年目のみ。2004年には617打席に立ちながら三振はわずか41個でした。薬物疑惑もあり、ボンズが世界一の選手ということに反論があるのは当然ですが、それでも残した成績は圧倒的です。そこで今回の動画ではそんな世界一の強打者ボンズから三振を奪った日本人選手を紹介します。ドラフトにて8球団競合で近鉄へと入団した野茂英雄はその高すぎるハードルを軽々と超えました。1年目から MVP をはじめ、沢村賞、新人王、最多勝、奪三振王などのタイトルを総なめ。特に奪三振王にはルーキーイヤーから4年連続で輝いており、プロ野球の長い歴史の中でも三振を奪う能力に関しては屈指と言えます。そして1995年にはメジャーに挑戦。今のようにメジャーで活躍する日本人がいなかったこの時代、いくら日本で活躍した野茂でもメジャーは厳しいと思われていましたが、そんな予想とは裏腹に1年目から奪三振王を獲得するなど活躍し、野球の国アメリカでもその奪三振能力を証明しました。そしてそれは相手がボンズであっても変わりません。ボンズの所属していたジャイアンツ戦でメジャー初先発、初完封を達成すると、その後もボンズをシャットアウト。このシーズンは13回の対戦がありましたが、許したヒットはわずかに1本で、三振も4つ奪っています。2エンド2三振、2アウト、ランナー3塁。毎回の奪三振は13で、楽になった野茂はボンズからフォークで今シーズン150個目の三振を奪います。メジャー屈指の5ツールプレイヤーだったボンズをもってしても、野茂のフォークはとても厄介だったことがうかがえます。1995年から4年連続でセーブ王に輝いた佐々木和弘。特に圧巻だったのは1998年で、当時の最多記録であった45セーブを記録しながら防御率0点台という圧倒的な成績を残しています。日本で圧巻の成績を残した佐々木は2000年からメジャーに挑戦し、マリナーズでも守護神を務めるなど、メジャーでもその実力を証明しました。そしてそんな佐々木も野茂同様に伝家の宝刀であるフォークでボンズを三振に奪っています。年俸9億円のボンズをフォークボールで三振。今では日本人がメジャーで活躍するためにスプリットが有効的というのは広く知られた話ですが、野茂と佐々木は今から20年以上も前にその効果を実証していました。また動画を見ても分かる通り、ボンズのバットとボールはかなり離れており、その落差がとんでもないことも分かります。広島一筋で18年間プレーした笹岡慎二はチーム状況によって役割を変えながら結果を残しました。時にはエースとして、時には守護神として結果を残し、100勝100セーブという快挙も成し遂げています。しかしメジャー経験のない笹岡が今回の動画で出てきたのは意外かもしれません。笹岡がボンズから三振を奪ったのは1996年の秋に行われた日米野球でのこと。この年初めて抑えとして定着し好成績をマークした笹岡はこの試合でも9回のマウンドに上がり、ボンズから見事に三振を奪ったのです。決め球は得意なカーブで、そのあまりの変化量にボンズはボールの1メートル手前を振ったとも言われています。ボンズもこのカーブは記憶に残っていたようで、2000年の日米野球では笹岡のカーブを打ってやると周囲に漏らしていたそうです。そしてその試合では言葉通りカーブをスタンドまで運んでいます。五十嵐亮太は身長178センチと決して恵まれた体格ではありませんでしたが、飽くなき探求心と努力で手に入れた剛速球を武器に活躍しました。コントロールが悪いという欠点はあったものの、2004年には当時の最速記録であった158キロを計測するなど、その速球は高く評価されています。事実多くのバッターをストレートでねじ伏せており、その姿は多くのファンを興奮させました。そしてストレートでねじ伏せたバッターの中にはあのボンズもいます。ボンズから三振を奪ったのは2000年の日米野球でのこと。ついでにフォーク投げてみれば、そうですね、面白いですね。ストレートを空振り、146キロ出ました。
決め球となった高めのストレートの球速は146キロと驚くほどのものではありませんが、ボンズが三振していることから球威がとてつもないことがわかります。またこの時点でまだ21歳であることも衝撃です。昨年まで楽天の監督を務めた石井一久は現役時代、日本を代表するサウスポーとして活躍しました。その魅力は何といっても三振を奪う能力であり、1998年には当時の日本記録となる奪三振率を残しています。そして最大の武器は大きく曲がるスライダー、日米通算182勝という好成績を残せた要因となりました。特に左バッターには背中から急にボールが出てくるため非常に打ちづらく、メジャーでも高く評価されています。左バッターであったボンズも得意としており、19打席で打率2割に抑え込みました。石井が海を渡ったのが2002年でボンズの最盛期と重なるので、その中でこの対戦成績を残したことは素晴らしいというほかないでしょう。変化球、空振り三振、ランナー三塁残塁。平成の怪物と呼ばれた松坂大輔、高卒1年目のデビュー戦で155キロを計測するなど、怪物の名に恥じない活躍を見せました。2007年から入団したレッドソックスでも1年目から2桁勝利を挙げるなど活躍、2年目には防御率2点台で18勝を記録しています。そんな松坂は1年目の2007年にボンズから三振を奪いました。2007年はボンズの現役最後の年であり、能力の衰えがあったことは間違いありませんが、それでもシーズン通して打率2割7分、ホームラン28本を記録しているため三振を奪うのは容易ではありません。松坂と同時にメジャーへと挑戦し、同じレッドソックスでプレーした岡島秀樹は投げる瞬間に完全に下を向く独特なピッチングフォームで1年目から活躍、チーム最多の66試合に登板し、防御率2点台前半の好成績をマークしています。そんな岡島がボンズから三振を奪ったのは1点リードながらノーアウト1塁2塁という大ピンチの場面でした。最後はアウトコースいっぱいのストレートで見逃し三振、打たれたらもう日本に帰れないという気持ちで投げた最高のストレートは完璧な結果を出しました。100勝100ホールド100セーブ、この記録を達成したピッチャーは世界を見渡してもわずか2人しかいません。そしてその一人こそ上原浩二です。巨人時代はエースとして活躍し、メジャー挑戦後は抑えに定着、特にワールドシリーズで胴上げ投手となった2013年は異色の出来で73試合に登板して防御率 1.09 という圧倒的な成績を残しています。上原の最大の武器であるスプリットは抜群の切れ味を誇り、メジャーの強打者たちのバットに空を切らせました。そのスプリットは日本時代から一級品であり、2002年の日米野球ではボンズ相手にそれを証明しています。まあいい戦いでしたよね。でしたね。追い込んでここも空振り三振だ。すごいスプリットだ。さあまた空振り三振だ。すごい、やはり全ての力を出し切りますこの上原浩二。この時のボンズは2001年に73本のホームランを打つなど、まさに最盛期。そんなボンズ相手に上原はまさかの3打席連続三振をやってのけたのです。この三振ショーはアメリカでも話題になりました。それでは今回の動画がいいと思った方は高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。